どうも、エレラリ教です。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、時をかける少女のこちら、はい、切ないシーンランキングです。うん、はい、こちら見ていきましょう。はい、で僕の3位は、家族のおばあちゃんの最後の写真が寂しそうな表情だったシーンですね。はい、まあね、それまでね、おばあちゃんは笑顔のイメージしかなかったのに、うん、いざね、あ、じゃあおばあちゃんの写真残ってるかもって思って見たらね、最後の写真がとんでもなく悲しい、見たことのないようなね、悲しさの表情だったっていう、うんうん、なんでこんな写真残しとくのかね。まあね、まあ、でも目も見えないんだもんね、最後の写真だったからじゃないですか、うんね、やっぱり最後の写真撮っときたいか、うんうん、まあ、この前のね、2人で留守番っていう写真もあるんですけど、うん、それはもう誰が撮ったんだよっていうのもあるんですけどね。若いんだよな、おばあちゃんが、うん、雰囲気ね。まあね、うん、じゃあ私もおばあちゃん系ですけど、うん、家族のおばあちゃんがですね、まあ、家族はタイムリップしておばあちゃん会った時にね、うん、すぐ退院するからまた会えるよって言うんですけどね、うん、かわいそうですね、うん、もう死ぬって分かってるんですが、知っちゃってますからね。まあでも声がやっぱ変わんないんですね。そうだね、うん、まあ、女の子だから声変わりとかないのかな、うん、声で分かったんですね、うん、はい、まあ、ドラえもんだったらもう大きくなってても分かりましたけどね、のび太だろおばあちゃんね、のび太のおばあちゃんがね、のび太ちゃんだよねって言って分かってくれましたけどね、うん、そうね、はい、まあ、切ないですね。切ないですよ。で、僕の2位は深町和夫が、まあね、帰る時ですね、未来に泣きながら計算外の笑顔だったというシーンですね、うん、本当はね、あの和子のことを未来に連れてっちゃおうって思ってたってことですよね、うん、好きになっちゃったから。ただ計算外の笑顔でそれをやめたっていう、あの家族が泣いてますからね、うん、あのクールな、未来に連れてっちゃうのはダメでしょ。いや絶対ダメなんだよ。それはダメでしょ、うん、そもそもなんでそんな好きになっちゃったのかね、うん、まあ、なっちゃうか、こんな天真爛漫な子だったら、うんうん、まあ、何回も過ごしたんじゃないですか。まあ、そういうことなんだろうね、うん、本当に、はい、で記憶を作ってってっていう、まあ、怖いですけどね、うん、まあ、まあ、好きになっちゃったからどうにかしようと思っていろいろ実験してたってことだよね、はい、あの海の時とか。じゃあ私はですね、うん、あのゴロがあっさり負けてたっていうところがやりづらかったですね。あんなにね、な未来変えてまで、はい、あんな怪我のところまで変えてて勝つんかなと思ったら、うん、あっさり負けてました、ね、はい、なぜか、まあ、勝ち負けではなく、うん、最後のやつを悔いなくやらせてあげたかったっていうことなんでしょう、ね、これ勝ってても良かったですよね。まあね、別に負ける必要ないですもんね。うん、だからこんなやっぱいいとこなしにしたかったのかな。うん、ちょっと悲しかったですね、まあ、勝ったら告白しないといけないからさ。まあそうか、うん、告白しなくてよくなったのか、うん、そういうことか、かわいそうだな。はい、で僕の切ないシーンランキング1位はあれですね、タイムリープした後の暴走トラックの事故が1回目よりひどい状況になってたシーンですね、うんうん、まあ、福田さん衝撃で言ってましたけど、やっぱまあね、自分の勝手なやつでね、よりでもこれ何人も死んでるでしょ多分、うん、まあ、何に突っ込んだかちょっとよく分かんなかったんで、うん、あれですけど、店みたいな、なんかね、テナントみたいなところに突っ込んでましたよね、うん、だからこれ自分がこれだったらだいぶ立ち直れないと思うけどね、うん、まあ、このあとマリコがね、うん、電話して立ち直らせてくれますけど、まあ、それは応援もできなくなっちゃうよねっていう、うん、まあしょうがないですけどね、うん、まあ、まあここまでは考えられないからね、うん、変な能力手に入れちゃったばっかりに。じゃあ私はですね、うん、こちらですね、まあ、マリコがね、初めてこう涙してね、うんうん、でこう、まあ、今までこう大人ぶってたけど、うん、友達にね、まあ、本性を見せるシーンですかね、うん、れでね、まあまあ、まあ、まあ悲しいです、うん、所詮高校生ですから、うん、強がって言ってもまあね、これまではね、うん、超うまくいってますみたいな余裕かましてましたからね、うん、マリコはずっと、まあ、ね、美人なのかな、マリコはやっぱり、まあ美人なんじゃない、うん、髪も染めてるしね。いや、これは染めてるのか分かんないですけど、髪も染めてるから、うん、
だからもうイケイケ組でしょうね。まあ高校生の頃にね大学生と付き合ってるってなったらそれはもうね、そういう噂を回ってきた時点でちょっとね見下してるでしょ、同級生のことは。まあそれは見下されますよね、高校生男子なんて一番クズの生き物ですから、ね、はい、ほんと子供ですからね、高校生の男子なんて。別れ方もねこんなもんでしょうか、やっぱり、まあ、全体的にでも、まあ、切ない、まあ、なんかね、はい、ちょっと切ない感じはありますけどね。はい、というわけで切ないしランキングでした。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。福田のやつ遅いな、いつからネタ合わせしようって言ってきたのによ。やばい、遅いよ、何したの。え、何したのって聞いてる。白痴。いや、和子のくしゃみしないで。どうも、あずました。